おいおい、皆さんおかえりなさい。おかえりなさい。牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャンミュー TV 司会の牛久大好きチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてレギュラー月曜レギュラーカッパつきマネージャーのヒデです。あと月曜のアシスタントヒデです。よろしくお願いします。はいはい、放送ね遅れて本当に申し訳ございません。申し訳ない、複合的なトラブルです。すいません。はい、ね、こんなことあってはいけないんです、はい、そうです。そうでしょ、当たり前じゃないですか。早くどうにかしていきたい。改善ね、改善頑張りましょうよ。改善改善していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ早速、はい、まあ、24時間テレビのお礼も、ね、はい、すごくいっぱいのコメントも本当に言いたいんですけれども、うん、まずはスポンサーさんの紹介をしてから、ね、はい、あの新入の中でも、うん、あの牛久市情報とかを言って、そうですね、ゲストさんコーナーにしていきたいと思います、はい、今日は短めですがすいません。 VTR ヒデファンの皆さんすいません。どうぞ。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお送りいたします。ジャンミュー TV は旬の台所。はいはい、続いてのコーナーは牛乳は飛ばして牛久市の情報をお届けしていきたいと思います、はい、うん、本日はテロップなしでごめんなさい。まず一つ目の牛乳、はい、牛久市情報、牛久市情報、ですね、はい、ご紹介します。一、はい、つ目は、うん、広報牛久が、5月1日からリニューアルという記事が届いております、うん、まあ、皆さんももうすでに見たかなと思いますけれども、はい、広報牛久さん、うん、なんと記事がというか全然変わりました。そう、変わりました。はい、あのね、うん、すごい変わったのはね、ここで見せられないのですが、うん、あの皆さんに読んでいただいている広報をより読みやすく楽しみやすい紙面にするために、はい、5月1日から1日からリニューアルされています、ね、と、はい、いうことでございました。で続き2つ目いきましょうね、はい、2つ目です。2つ目は、何かというと、もうバタバタでもう全然ちゃんとした放送になってないんですけどね、春の交通安全情報のお知らせです、はいはい、春の交通安全運動が5月の11日から20日まで、行われます、はい、スローガン安全はゆとりと心とマナーマナーから、今ゆとりないですからね今、はい、スローガンね、はい、安全はゆとりと心とマナーからということです。そうです、運動の重点、自転車を、安全に利用しよう、す、う、べ、ん、ての座席でシートベルトとチャイルドシートを着用しよう、うん、飲酒運転を根絶しようという3つがですね、うん、運動、このね交通安全運動の重点となっています、うん、そして5月の20日は交通事故死ゼロを目指しとなっています、うん、交通事故死ゼロを目指しし、はい、になっていますので、はいはい、皆さんですね、一人一人が交通ルールやマナーを守って、うん、交通事故の死者なくしていきましょう。増えてるみたいですからね、はい、茨城ということでございました、はい、ましょう、はい、続いていきましょうね。続いて3つ目、およ、コミュニティ FM の、番組作りに興味のある方、およご連絡お待ちしております、うん、ということですけれども、うん、コミュニティ FM、まあ、8月にオープン予定でございますね、うん、はいはい、コミュニティ放送の番組作りに興味のある方の連絡をお待ちしてますということなので、うん、パーソナリティ、ミキサー、番組制作、陸上の戦技術士などの運営スタッフになりたい方は情報制作家さんまでよろしくお願いいたします、よろしくお願いということでございました。はい、慌ただしいですが続いていきましょうね、はい、続いては牛久市観光協会情報です。今年の牛久カッパ祭りに向けてということで、すでに先月から、はいはい、カッパ祭りに向けて、うん、実行委員さんが動き出しているということで、うん、はいはい、先週はねもうポスターを決める打ち合わせを行っていたということで、今後そのポスターにね、うん、どんどん改良が加わっていって、ね、去年のも綺麗だったしね、まあ、そう、どんどんいいものになっていくのではないかと期待しております。はい、はいはい、ということでした。じゃあ2つ目いきましょう、はい、第118回牛久ごったいちということで、6月14日の日曜日の午前10時から午後3時まで牛久ごったいち開催されます、はい、毎回好評の特売ですが、12時からはヨーグルト、おお、今回ヨーグルト、はい、先着200名に格安販売でございます、うん、そして、ね、2時からはメロン、メロン、そう、メロンも、そう、200名に格安販売ということなので、皆さんぜひお立ち寄りくださいと。ヨーグルト買ってメロンそこの中に入れてね、
食べたら絶対ますメロンヨーグルトっていうのがいいんじゃないですか、ね、いいと思いますよ、はい、ぜひお買い求めくださいということでした。そして3つ目、キャンティークラシコを牛久で楽しもうということで、牛久の友好都市グレーベインキャンティー市の、キャンティークラシコ、はいはい、こちらが、ね、牛久市内で飲んだりとか買ったりとかできるようになっておりますので、うん、皆さんもこの機会にぜひキャンティークラシコ飲んでみてください。よろしくお願いしますということで、以上牛久市の観光協会情報も続けてお届けいたしました。はいはい、はい、ということで駆け足になってしまったんですけども、はい、よかった終わってマッハだったね。マッハでしたね。いやまあね、うん、気になる情報はいっぱいでしたけどね。いっぱいでしたけどね、うん、1つだけちょっと牛乳に合わせてなんですけど、私たち1つ言っていいですか、はいはい、いいですよ。あの、ね、本日午前10時45分頃に、うん、牛久市内のご家庭に偽電話詐欺と思われる電話がかかってきていたそうです、はいはいはい、犯人は市役所の職員を名乗って、うん、医療費の返還書類が届いていないかとか、うんうんうん、返金の手続きを取るように銀行から言われてるから、銀行、取るから銀行名を教えてくれというふうな形で、うんうんうん、まあ、信じ込ませようとしているということです、うんうん、このような電話もう市役所かそういうではないですからね。ないですから、それは偽電話の可能性というか偽電話ですので、うん、不審な電話あったときは110番または牛久警察署、うん、029-871-0110 までご連絡よろしくお願いいたしますということでございました。はい、はい、ということで以上ですね、お知らせ終わりにしたいと思いますけど、はいはい、これで天気もいけちゃうかな。コメントもコメントいきましょうね。まずコメント、はい、あ、はい、はいはいはい、いろいろいただいております、はい、まあ、放送前にね、いろいろあのコメントをくださった皆様、ありがとうございました。そう、まあね、セプターさんがね、うんうん、昨日機材も頑張りすぎたからかなとかね、そうですね、はい、そうであると思います。満足さん、おかえりなさい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました、本当に、うん、満足さんがね、うんうん、まあ昨日、うんうん、一昨日昨日とあれだけみんな頑張ってたので、この個人的にはそれでもありだって。チャミオ、そう、反動でチャミオが爆睡していたりとかね、うん、ああ、起きてました、大丈夫でした。そう、で、あやかちゃんがね、掘って、うん、すいませんでした。リセプターさんがね、でも昨日の24時間配信で、うんうん、みんなをより身近に感じることができただって、セプターさん、はいはい、あー、よかったですね。いやでもね、24時間、そういうね、みんなもっともっとね、うん、レギュラー陣だったりもね、うん、見てもらいたいなって気持ちでやってたりするので、うん、はい、本当に伝わってよかったです。よかったです。で、ドラゴンかよさんが始まったよとかね、すいません、遅くなりました、こんばんはー、こんばんはー、うん、はい、マウスは買いましたか PC とか言ってますけど、買ってないです。買ってないです。まだドラッグできません。名言だけどね、まだドラッグできませんってどういうことよ。大問題、誰もわかんない、その意味、なかなか。いや、ドラッグができない、できないっつって、そう、何のこっちゃわかんない、すごく困ってるんですよね、はい、本当に今日は素敵なね、そうそうそう、ゲストさんが、ゲストさん、そうなんですよ、今までで一番豪華、いや、いや、もう豪華、豪華も豪華だし、いや、人数もね、はい、しかも登場の仕方もいつもと違いますので、うん、あ、そうなんですね、そちらをちょっとね、楽しんでいただきたいと思います、うん、はい、メディアの皆さんが、そうなんですよね、大先輩方がですよ、登場して、いや、僕は何をすればいいのかっていう、こう、いや、そこはもう素朴な疑問を聞いてしまえば、うん、はい、まあでもね、わかりました、いろいろと、うん、楽しみです、いただけるのを楽しみにしておりますので、はい、皆さんも、うん、そそたるメンバーの方々が登場してくださいますので、はい、なんかこう聞きたいことがあったりとかしたら、ね、うん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 、投げかけていただければ良いのではないかななんて思っておりますので、うん、はい、皆さんぜひお楽しみにということでございますね、はい、ぜひぜひ、 ありがとうございました。入っちゃうかな、うん、うんうん、まあまあまあ、まあ、はいはいはい、ということで、まあ、ちょっとだけお時間あるかなと思ったんですけど、早めにゲストさんの時間に行かないと、いや、の方がいいと思いますよ、はい、僕もそれの方がいいと思います。 CM を入れて、はい、ミュースティックはね、今週はお休みです。はい、ちょっと急な変更になってしまいました。はい、ございませんでした。はい、では一旦ですね、はい、CM 入ってゲストさんに登場していただきたいと思います。はい、お楽しみに。では一旦 CM です。はい、どうぞ。
登場してくださいました。イケメンですね。はい、じゃあこちらのカメラに、こちらがカメラなんですけども、はい、カメラに向かって自己紹介をお願いいたします。お願いします。株式会社角川の浅野と申します。はい、よろしくお願いします。ということで、なんとあの株式会社角川さんから、はい、ゲストさんですよちょっとびっくりでしょ、はい、チャミュー TV に角川さんがまさか出るなんてということでございますけれども、はい、あの大きな角川さんで浅野さんは一体どんなことをやられてるんですか。はい、今の雑誌の東京ウォーカー、はい、東京知ってます、はいはいはい、と連動する形で、はい、あのウォーカープラスというウェブサイトの方を担当してます。ウォーカープラス、はい、これはどんなことですか。ウォーカープラス、ウォーカープラスは、うんうん、あの基本的に、うんうん、あのお出かけ の、はい、あの情報サイトになってまして、うんうんうん、で各あのエリアの方のイベントとか、うんうん、あのスポットの情報とかっていうのを日々発信しているサイトになります。なるほど。じゃあその今いろいろなものをウォーカープラスだったりとか運営していく中で、うん、はい、今現在の課題なんていうのはあったりとかするんですか。そうですね、順調になんか、うん、ね、順調な会社さんだからそんなのないんじゃないかって思ったりしますけど、ありました。ありますか。ありますか。じゃあそれ聞いちゃっていいんですか。あの一つは、はい、先ほど東京ウォーカーで紙媒体の方と、はい、あのウェブサイトの方で、はい、じゃあつい最近、はい、あの結構一緒に部署を一つにして、はい、あの両方こうコンテンツをうまく出したっていう流れになったんですけど、はい、なかなかこう元々紙だった人と、うん、あのウェブだった人で、うんうん、まあ、連携が結構難しいところとか、うんうん、あるんです。なるほど。でもあんまり紙とウェブって全然違いますからね。そうなんですよね。そうなんですよね。サイクルが結構違うので、はい、うん、それもじゃあ合わせていけるようにこう。なるほどね。ね、もう一つ課題が、うん、はい、あの元々ウォーカーっていうのが、まあ、東京と、はい、あと関西と、はい、北海道と、はい、あと東海の名古屋と、うん、九州の福岡っていうところあるんですけど、うん、やっぱりあの元々あの紙のウォーカーがないところっていうのが、うん、なかなかこう認知度というか、はい、っていうところをあの広げていかなきゃなっていうのが今課題だと思います。なるほどね。じゃあその今後の課題が、現在のその課題を含めて今後どうしていきたいみたいな目標というのは、うん、うね、あの、はい、まさに今日呼んでいただいたのもそうなんですけど、はいはいはい、実は今そのウォーカープラスの方で、うんうんうん、あの地域編集長として、はいはい、あの各エリアの情報を発信していただく、うんうん、あの編集長として活躍していただいてまして、はいはい、え、そうなの、知らない、知らない、はい、しかもこの間牛久で前やってた編集長の方と会いました。あ、本当ですか。はーっていう出会いがありました。はい、その話しました、ね、はい、でもこうやってエリアの編集長がどん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 、そうですね、で、あの、うん、さっきお話したように、うんうん、なかなかこうウォーカーっていう名前が知られてないエリアが多いので、うんうんうん、あのそれぞれの地域編集長の方に文字通りこうそのエリアのウォーカーの編集長として、うん、あの一緒にこうメディアを大きくしていってもらいたいなっていうのが、うん、あの今後の目標にっていうちょっとプレッシャーかけつつの目標になります。はい、よし、私もちょっともっとかけてください。ちょっとね、今ねできてないような気がしてるので一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそのためにやっぱりこのチャミTV含めて、まあ、今日地域のいろんなメディアの力強い皆さんいらっしゃってますけど、はい、その皆さんに期待することっていうのは一体何かなと。はい、で、あの一つはそれぞれ の、うん、あの地元のユーザーに向けて、うん、はい、その地域のこう情報を発信していっていただくところと、うん、もう一つはの大きいあの枠組みで、はい、それがあの例えば県内であったりとか、はいはい、あの全国のユーザーに向けて、うん、あの面白い情報っていうのをどんどん発信してもらって、うん、で一緒にあの僕らのメディアの方でも、うん、あのいろんな地域のユーザーの人に、はい、あので元々お出かけ向けの情報サイトなので、なんか行動を喚起するような情報をどんどん出していってもらえたらなっていうところに期待してます。なるほどね。だってこう牛久だけじゃなくて、筑波だったりもそうですけど、自分の地域じゃなくて、うん、広い人たちに伝えていけるっていうのはものすごいことですよね。そこをうまく活用していただけるといいな、うん、どれぐらいの方がそのページ見てるのかって多分すごい、そうですね、そうですね、うちはのページの方も、うん、あの月間でだいたい1億2000万ぐらい、1億ですからね、うちがこう、ね、こう数えられない数字になってますから、1億見てる方がいらっしゃるそのページに地域 の、 そのエリアの編集長として記事が書けてしまう、なりたい方いたらコメントよろしくお願いします。絶賛募集中ですので、募集中だということです。どうすればなれるんですか。
ですね、はい、サイトの方に、はい、地域編集長になりたい方というのを問い合わせできるようなことがありますので、はいはい、こちらでこう問い合わせいただいて、はい、で簡単にこう、はい、面談を経て地域編集長になっていただくような形をとっています。はい、じゃあ皆さんもぜひフェイスブックじゃない、うん、ホームページチェックしてください。よろしくお願いします。ね、コメントは届いてますか？コメントどうですか？大丈夫ですか？あ、はい、はい、届いてます。コメントが確認でき次第続いての私的なゲストさんにバトンタッチしたいと思います。おお、で、はい、セクターさんがね、はい、角川となってきた。そうでしょ、角川さんからですね。そう、その前そうそうたるメンバー誰かなっていうのがありまして、はい、そうそうそう、で、ギョエってきてます。はい、はい、じゃあ大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫。はい、ということで皆さんぜひ今後とも角川さんよろしくお願いいたします。はい、ということで浅野さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃ続いてどの方に行くか、はい、浅野さんからご指名しますか？そうなの、そういう、そういう感じなんですね。決まってます。あ、じゃあ、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとしばし、はいはいはい、浅野さんありがとうございました。はい、あと牛久ウォーカーをぜひというのがね、歌舞伎堂さんから、はい、来ております。じゃあ続いての素敵なゲストさんはどなたでしょうか？じゃあどうぞどうぞどうぞ。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、オープン。ドドンからしょ、ドドドン。はい、お会いしました。はい、またまた素敵なゲストさんが登場してくださいました。おかえりなさい。おかえりなさい。はい、じゃあこちらのカメラに向かって自己紹介をよろしくお願いします。はい、常陽リビングの坂入と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとあの常陽リビングさんからも、はい、坂入さん来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ常陽リビングさん、はい、あの坂入さん今どんなことをお仕事やられてるんですか？はい、自分は編集部なんで、はい、記者をしております。はい、じゃあ、いつも届くあの常陽リビングさんの、はい、これですよね、こちらですね。いいですか、これ。はい、これです。こちらを書かれてるのが坂入さんであるということでございます。はい、地面は交代で書いてるんですけど。はい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 、はい、じゃあもう皆さんも常陽リビングで坂入さんって坂入さん思っていただければと思います。です、ね、でも本当にあの、はい、地域の皆さんにこの常陽リビングっていうのはすごく知られていて、はい、やっぱ見るよ見るよっていう声が結構あって、まあ、ありがとうございます。あれです、載せていただいた時に一番反響があったのが実は常陽リビングさんであったというですね、エピソードがいろんな新聞にこう入ってますからね。そう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 、だからそこっていうのはすごいことですよね。はいはい、まあ、そんな、まあ、発行部数もすごく多い常陽リビングさんですけれども、はい、現在、うん、課題なんてあるんですか？課題、うん、そうですね、いろいろあって、うん、いろいろある、うん、一つにこうちょっと絞りきれないんですが、はい、うん、まあ、人がいないっていう。それはどういう人がですか？若手ですね。うん、あ、実際じゃ働いてくれる、一生懸命働く若い子がいない。そうですね、例えば、まあ、記者っていう感じで言えば、うんうんうん、はい、新聞記者っていうのはなんか皆さんこう、はい、分かりやすいと思うんですけれども、うん、はい、地域情報誌の記者、うん、っていう確かに何やるんですか？まあ、でも掘り起こして、そうなんです、記事書くのは一緒なんですけれども、はい、なかなかこう、うん、記事を書くっていうのがちょっと、うん、うまくこう伝わらないというか。はい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 、どういうふうに伝えれば分かりやすく、あなたに来てほしいって言えますかね？あなたに来てほしい。うん、そうですね、うん、でも実際にその新聞記事とやっぱりそのリビングさんの記事で違うっていうところを、はい、なんかこう簡潔に言うと、はい、そうですね、うちは事件とか事故とかそういう取材はないんで、ない、うん、もう本当に、うん、事故じゃなく、うん、地域の本当にこうほのぼのとした話題から、うん、まあ、もうちょっとこう感動する話とかをまあ掘り起こして、うん、で、まあ、今はこうネットが結構こう全盛じゃないですか。はい、ネットに乗らない人でも素敵な人って地域にいっぱいいると思うんですね。いっぱいいます、本当そうです。で、そういう人をまあこうちょっとこう掘り起こして出せたらいいなっていつも思って取材してますね。なるほどね。はい、じゃあそのまあ今後のその現状の課題を踏まえて、今後の目標というか今後こうしていきたいなみたいな。そうですね、家族の日ってね、あります。やってらっしゃいますよね。11月の第3日曜日、はい、国が定めた家族の日というのがありますよ。はい、それで、はい、言ってらっしゃいますよね。はい、で、うちもですね、はい、どっちかって言ったらこう、はい、年代読んで、うん、メインで読んでる年代っていうのが結構偏ってるかなってちょっと思ってて、うん、どういう感じに偏ってるんですか？まあ、40代から50代の女性とか、まあ、リビングっていう新聞ですし、はい、ちょっとこう女性が多いかなっていう感じなんですけれども、うん、そこをまあこう3世代で、はい、
読めるような新聞にしていければいいかな、はい、3世代で読める。じゃあ、はい、あれですよね、おばあちゃんとの会話はちょっと、リビングさ乗ってたじゃんみたいな、そうです、そうです、そうです、そういうのになっていきたいと、まあ、そういったちょっとしたこう記事読んだよっていうのが、まあ、家族の会話になって、まあ、食卓でこう、はい、戻ってまいりました。はい、じゃあそれを踏まえての、名前が変わってる、あ、やばいやばいやばい、大変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 大丈夫、大丈夫です、こっちのチャミオの問題なんで大丈夫です、ダメですダメです、はい、さっきのがね、名前がね、そうそうそう、あ、保存ができてないで消えてしまったのです。あ、なので、あ、大丈夫です大丈夫です、はい、ごめんなさい、坂井理さんでございます。いえいえいえ、そう、ちょっとですね、今後の、はい、今どこまで行ったか、自分がこう目標は聞きました、はい、その目標を、はい、うん、まあ、実現していくために、はい、まあ、本当に、ね、先ほども門川さんいらっしゃってましたけど、まだまだ素敵なゲストさん登場しますが、はいはいはい、あの地域のメディアの皆さんに期待すること、はい、地域のメディアに期待することですか、うんうん、うん、なんかこうそれぞれ皆さんこう立場があると思うんですけれども、うんうんうん、なんかこう一つ、うんうん、なんだろう、そういう、こう金銭的なものとか、うん、まあ、利害とか、はい、そういうのをなくして一つの目標でなんか一個でも達成できれば、はい、そこからこう、うん、なんだろう、いい流れというかできていくんじゃないかなと思って、うん、とりあえず何かやるっていうのは大事かなと思います、うん、やってみて、いい流れを今後そうですね作っていけるように、そうですね、ここはみんなでがっちり、そうですね、がっちり、ちょっと力合わせて、はい、そのサンミュー TV もなんかちょっと、はい、そうですね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ坂井理さんにコメント届いておりますか。コメントはですね、はい、コメント、はい、ですねさっき、うんうん、行動半期イコール、はい、経済効果みたいなのが来てたはずです。は、はい、コメントで経済効果、はい、何が経済効果、そう、今ね、開いてもらってますので、はいはい、すみません、しばしお待ちを、はい、うん、まあ、でも、家族の日は、うん、もう11、あっという間にね、いつもね、まだまだあると思ったら、いつの間にか11月とかになっちゃうんですよね。そうすると、やばい、やってないみたいな、になっちゃうので、ちょっとそこは、いろいろと、なんかこう、できたらいいなと思います。はい、コメント来ます。かやさんが、アラマ女優リビングさんだとか、はい、ですね、はい、こっちは、と、女優リビングさんで、若手編集者募集中ってセクターさんが、はい、はい、再コメントしていただいております。ありがとうございます。はい。なので、ね、皆さんもぜひ。そうです。はい、あ、里親、歌舞伎の人さんが里親募集中。地域最強の女優リビング様でございて、はい、いや本当にすぐ決まりますね、はい、確かに、そうで、若ちゃんが里親募集でヤギが出るフリーペーパーはなかなかないですね。ヤギ出たんですか。ヤギ出ますね、はいはい、ヤギとかインコとか、はい、まあ、いろいろ出ます。ヤギ差し上げちゃうんですか。そうですね、はい、すごいですね。あとインコ探してますってやつが見つかったりしますね。さすがでセクターさんがやはりどうやってわかるのかっていうのはちょっと今の里親募集ですかクエスチョンっていうのが出てたりとか、かやさんがとりあえず何かやってみる、そのバックアップできるのが地域メディアの良いところですね、うん、というコメントをいただいております。ありがとうございますということでね、はい、女優リビングの坂入さんにいろいろとお話を伺いしました、はい、じゃあ続いてはどなたが出てくるのか、はい、またまたお楽しみでございますが、はい、ひとまず坂入さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい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 、はい、じゃあチェンジチェンジで、はい、すみません、そうか、ヤギですか。ヤギですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私はヤギ、ヤギ見つけたらどうしようってそしたらヤギ見つけたら常用リビングさんにじゃ連絡すればいいのかな。そうですはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よいしょよいしょよいしょ、はい、一年ぶりの、はい、じゃあ行きます、はい、続いてのゲストさんは、じゃ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 、はい、はい、自己紹介おばちゃんのカメラで、はい、よろしくお願いします。常陽新聞という新聞社をやっております、くるみさわと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで持ってきました。そうです、はい、登場でございます、はい、そしてチャンミオノーマ、はい、皆さんどうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。読んでください、はいはい、常陽新聞さんにはどうぞどうぞ皆さん、いつもいつも牛乳で牛乳でお世話になっていると、はいはい、ということで、あの、はい、最近です、最近僕あの調べて、あ、そうそう、常陽新聞さんの記事をいつも読ませて、読ませていただいて、本当にあのいろんなところでありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。ことなんですけれども、はい、あの実際にこう常陽新聞さん今はどんなお仕事をされてますかと、はい、いうことなんですが、あの多分1年前ぐらいにね、はい、1回出させてもらいましたけど、はい、去年の2月から始めて、うん、
1年3ヶ月ぐらい経ちました、うんうん、まあ、日刊の新聞でですね、はい、まあ、筑波土浦中心に、うん、県南の情報満載ということで、はい、うん、日刊本当に満載、本当に満載です、はいはい、まあ、そんな、ね、県南地域の情報満載の常陽新聞さんですけども、はい、今今課題なんていうのあったりとかするんですか？課題はね、はい、結構たくさんありますね、はい、あったりするんですね、やっぱり若い人中心にですね、うん、紙の新聞って、うん、まあ、正直、はい、そんなに読んでる人って今多くなかったりするんですよね、ドキ、うん、はい、うん、で、そういう人たちのためにですね、うん、実は、うん、スマホ版というのをですね、スマホ版始めたんですよ。知ってますよ、もちろん僕は、はい、僕は知ってますよ、もちろん。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。間もなく、はい、まだ今のところちょっと無料なんですけど、5月に入ってもまだ4月中、はい、4月中から5月、はい、もうちょっと、はいはい、延長になりまして、はい、そうなんです。今無料で見れるのはね、でもね、あともう、はい、無料で見れるの、はい、多分10日間ぐらいです。いよいよ、有料化するんですが、はい、有料化はするんですけど、はい、キャンペーンをちょっと考えてましてですね、はい、まあ、今入ってくれたら、うん、多分2ヶ月か3ヶ月ぐらい、うん、ほぼ無料、というキャンペーンが、まだ正式には言えないんですけども、はいはい、予定されてます。ちなみにこういう見えますかね、はい、ちょっと光っちゃってますけども、はい、いいですか、お借りしますか、はいはい、こんな感じで、あ、そうです、こんな感じです。新聞さんが見えますので、ぜひぜひ皆さんスマホ版もチェックしてくださいと、はい、いうことでございま す、はい、す、いやでもね、本当にいろんなところで、うん、紙でもそうですし、スマートフォンもそうですし、便利に見れるようになってきて、はい、新聞も変わってきたなというふうに感じているんですけれども、う、はい、まあ、今後どうしていきたいというような目標ってあったり、はい、まあ、地域特化も徹底的にやるってことですよね、はいはい、やっぱりよそのですね、某大きな新聞社さんとか、はい、某全県の新聞社さんとか、はい、あまり真っ向から勝負しても、はい、あんまりなんて言いますか、向こうは大きくて強いですから、はい、で僕らは小さいんですけども、まあ、小さいなりにですね、はい、特色を出しながら、はい、うまくやっていこうということでね、うん、はい、そうするとやっぱり他では手が回らないところまで、どん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 深掘りをしていって、うん、で、地元の情報に関しては負けませんよと、負けませんよと、はい、負けませんと、ね、本当にチャンミュー TV の中の牛乳の、はい、常陽新聞さんです、はい、はい、ほぼです、すいません、そう言ってもらえるとね、いやいやいや、もうどんどん取り上げてどんどん宣伝してもらって、はいはい、増えてやると嬉しいんです、さらに、はい、牛乳の方を書いてくれてる、いや、そうなんですよ、はい、でもその今後 の、 その目標を達成していくために、ね、まあ、今どん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 出演していただいてますけど、地域のメディアさんに対して期待することはありますか？そうですね、まあ、うん、あんまり大きなエリアじゃないですから、うん、茨城の県南というのもね、はい、で大体皆さんも顔も知ってる人たち同士だし、うん、なんかいろいろ一緒にやれたらいいですよね、やっぱりね、うん、さっきもガチリちょっと力を合わせてっていうふうに言ってましたけども、それぞれみんな媒体も違う、メディアが違ったりするんで、特色あるじゃないですか、はい、だからそういうものをこういろいろ強みをこう皆さん持ち寄ってね、はい、なんかちょっとこう一緒にイベントごとやってみるだとか、うん、そういうことちょっとやれたらちょっとね、面白いなと思います。そうですよね、はい、いやもう本当に、はい、昨日24時間テレビ終えたばかりですけど、ね、でもそういったところにもぜひ今後、はい、あ、そうですよね、一瞬夜中乱入しようかなって思ったんですけど、はい、ちょっと、はい、堀越先生がそう実行しましたけど、はい、まあ、でもぜひ今後もご協力いただければと思いますし、はいすね、みんなで力を合わせていきましょうということで、はい、クリスマスありがとうございました。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてのゲストさんにまたバトンタッチしたいと思います、はい、あ、そうですね、コメントが、さんが今度は新聞さんですね。そうですよ、歌舞伎堂さんが社長自ら、はい、で、マンテキさんが常陽新聞いつも朝コンビニで買ってますので、ああ、ありがとうございます。岡田さんが新聞のタスマホ版無料のサイトを利用させていただいておりますと、はい、でセプターさんがウェブ版ってコンテンツの悩み読みができないのが辛いところですね、うん、とか、なるほど、あと、でセプターさんが特定のキーワードに関してなら超協力、うん、超検索は超協力です、はい、はい、ということです、はい、ありがとうございました。皆さんコメントまだまだ募集してます、はい、はいはい、ということでクリムさん社長ありがとうございました。はい、パチ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 、マドクさんが最後にジュース1本買うなら常陽新聞を、あー、それはそうです、それいいです、ね、それなんか、うん、キャッチコピーやりたくない、ジュース1本買うなら常陽新聞いいですね、ぜひ使っていただけるそうです、マドクさん使っていただけるじゃあ続いてのゲストさんは、じゃか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 じゃーん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、オープンします、はいはい、はいはい、ということで続いてのゲストさん、じゃじゃーん、はい、自己紹介をこちゃんカメラに向かってお願いします。
こんばんは、常陽小学生新聞の池田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとですね、先ほどパソコンが落ちてしまったために、はい、あのテロップがですね保存されていないという悲しい事態になってしまいまして、ちょっと急いで今作ると多分あの時間があれになっちゃうので、常陽小学生新聞の池田社長に登場していただいて、はい、よろしくお願いします。お話ししていきたいと思います。実際にこう今常陽小学生新聞持ってますけども、うんうん、はい、この常陽小学生新聞って一体どんな新聞さんなんでしょうか。はい、五湖の市、県南の五湖の市なんですけれども、うんうんうん、牛久市とつくば市と、はい、土浦市、取手市、龍ケ崎市の、公立の小学校91校あるんですけれども、はい、その91校の、うんうん、児童の皆さんに、はい、学校の先生が帰りの会に配布していただいている、うんうん、新聞でして、はい、月1回発行してます、はい、ですんで、まあ、公立の小学校に通ってる、はい、児童の方には、配布が行くんですけれども、うん、一般では売ってはないので、売ってはいないけれども、はい、でも学校で子どもたちが必ず持って帰ってくるっていうのは、はい、ね、はい、そうですね、すごくこれをあれ学校で配るってすごいこう不思議だなと思うんですけど、うん、でも子供も読めて、 そして親も読めてっていう、そうですね、やっぱり学校で配っていただくことによって、本当に普通に、うんうん、やっぱり情報とかも掘り下げて、うんうん、本当日常ネタとか、はい、牛久市に関してはやっぱり学校の方で学び合いっていうテーマの中でいろいろ毎月取材してます。うん、ちなみに今の課題ってあったりとか。課題ですか。うん、課題はやはり今年、うん、初めてチャレンジしているその、はい、児童に参加型ということで、はいはい、いろんな一緒に新聞作ろうというのをちょっとテーマにしてまして、うん、でまあ、ちょっとこう簡単に、うん、一緒に、まあ、取材に行ってこった記者クラブい、ね、はい、子ども記者クラブってありますね、はい、こういうので、うん、一緒に、まあ取材に行きましょうとか、うん、はい、あとこう隣にあるセミナー&ワークとか、はいはい、まあ、こういったところで、うん、まあ、親子でちょっと体験したものを取材したりとか、うん、はい、あとまあちょっと下の方なんですけど、はい、英語で自分の夢を語ろうみたいな小学生に投稿してもらってます、はい、まあ、ちょっとこういったところを、はい、で今年は参加型ってことで、うん、いろいろ取り組んでるんですね。ただまだまだやっぱりまあ、今年牛久市に関してもまあ5年目なんですけれども、うん、はい、もっともっと、ね、うん、いっぱいの児童の方に参加してくれると、うん、嬉しいなみたいなということでございますね。皆さんぜひ。いやでもそのために、ね、うん、もう今そうそうたるメンバー出てましたけど、はい、次のメディアさんに期待することって何ですか。うん、そうですね。やっぱり地元ならではの、うん、本当に地元だから取材できるとか、うん、そういった情報を、まあ、うちはまあ小学生が対象ですけれども、はい、今こちらに来ているメディアの皆さんはやっぱこの、まあ、子どもから大人までいろんな、うん、やっぱイベントとか、うん、情報がありますんで、うん、どん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 そういったものを情報を見てもらって、うん、やっぱり市民の皆さんに参加してもらいたいなと。みんなで参加、みんなで協力して、みんなで参加していけるよ、うん、そうですね、していけるような、はい、そんな茨城県内になったらいいなと。そうですね、ちょっと大きいですね。ちょっと話大きいですね。はい、はい、ということで、女優小学生新聞作られてる、はい、池田社長にお話をお伺いいたしました。コメントは、はい、コメント、はい、ね、うんうん、中学生新聞はないのかなとか、うん、中学生新聞については、うん、そうですね、やはり時代の流れで小中一貫校というものも、うん、まあ、つくば市はもうすでに、うん、そうですね、やってますけれども、はい、僕の小学校も小中一貫教育ですね。あ、そうです。まあまあ、ごめんなさい、突然なんか入れてきましたね。はい、そうですね、やっぱ将来的にはやっぱ、はい、教育ってところでは1年生から9年生という形で、まあ、常陽小学生新聞というものも徐々にその、はい、変えていく必要はあると思います。今後の課題にしますので、はいはい、ということで何かが変わったときはまたチャンミュー TV でお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで池田社長ありがとうございました。一番最後を語ってくださるのはあの方でございますね。ありがとうございました。気をつけてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ぶつかっちゃいましたね。はい、よいしょ、失礼します。じゃあ行きます。はい、じゃあ窓オープンします。ほよい、行きます。はい、
ということで、はい、おかえりなさい。じゃあこちらのカメラに向かって自己紹介をよろしくお願いします。はい、ラジオスクマの岩崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お世話になってます。お世話になってます。いえいえ、ありがとうございます。はい、ということでラジオスクマの岩崎社長が、はい、登場してきてくださいました、はい、岩崎キングでございますけれども、カメラ TV は、はい、2回目かな、はい、このゲストというか出演という形でございますが、はい、まあ、ラジオつくばさん、はい、今どんなお仕事されてますか。はい、まあ、今年の10月で、はい、開局7年目を、ラッキーセブン、はい、もう迎える、はい、まあ、コミティ FM ですね、はいはい、ただ今インターネットとかでね、こういうので皆さんによく見てもらってますので、はい、これ見えるかな、インターネットどこで、ね、はい、こうかな、はい、こんな感じでサイマルラジオで聞いてもらってます。はい、はい、なので皆さんもぜひぜひ、はい、ぜひぜひ私たちも番組持っております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンミョさんが土曜日の7時半、はい、あと僕です、ね、ヒデさんが、はい、木曜日の10時、ね、時半ですね、はい、やっておりますので、はい、ありがとうございます。そしてチャンミョ TV も火曜日に編集、はい、してるのはあちらに、はい、はい、ありがとうございます。そうなんでございます。菊池さん、菊池さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。すいません、お名前だけ知ってました。すいませんでした。ということで、ラジオつくばさん、今後の課題なんていうのはあったりするんでしょうか。はい、まあ、おかげさまでというか、もちろん地域の方々にやっぱりもっともっと知ってもらいたいっていうのもやっぱありますけど、うん、最近ちょっとキャッチーでね、はい、やっぱやってるのが、うん、TX ラインをうまく使おうということで、はい、実はつくばをですね、はい、東京都つくば区にしようと。なんですかそれ。はい、まあ、要はこういった、コミュニティ FM の、 そのインフラっていうのは、うん、東京の人たちから今爆発的に実は人気が出てるんですよ。で、なんでですか。ラジオみんなやりたいんだって。ちょうど我々世代がラジオ好きな人たちが今ちょうど今ねラジオやりたくて、でそのコミュニティ FM が結構距離が近くなってきてるから誰でも放送ができたり、でそうそう、自分が好きな曲をかけたりとか、あと好きなこと喋りたいって人がすごく多くなってきて、まあそこに我々は場所を提供しようと、はい、まあそんなことやってます。なるほど。しかもあれですね、エリアはインターネットがあるからどこでも聴ける。そうです。おかげさまで世界全23カ国で聴いてもらってますから。はい、だ2人の番組も世界で飛んでるんですよ。ありがとうございます。はい、英語本語だから、そうやって、はい、今課題があるとおっしゃってましたけど、うん、その課題を乗り越えるため今後の目標というか、そうですね、うん、もうマイナスのことも考えてもしょうがないので、うん、もう一人でも多くの人たちに、うん、まあ、なんていうのかな、うん、こう利用してもらって、うん、まあ、全員野球じゃないけど、うん、全員がもう、うん、このラジオつくばに関わっていただいて、うん、もちろんチャンピオンチームそうだし、うん、このメディアの皆さんを使っていただきたいなというふうに思ってます。皆さんもぜひ協力していきたいと思いますけど、はい、まあ、先ほど、まあ、今回ね、うん、地域のローカルメディアの、うん、出演していただいた中でのトリを務められている岩崎さんでございますけども、そのためにやっぱり地域のね、先ほど出てくださった皆さん、地域のメディアに期待することって何ですか。はい、まあ、まあ、まずは連携でしょうね。はい、で、連携すること。で、もともとチャンミョさんもね、やっぱやりたいって言ってた、うん、いわゆるそのなんていうかな、コミュニティプラットフォームみたいなものがやっぱ出来上がって、うん、そこからいろんな情報発信がお互いにできて、うん、なおかつ共有、うん、ね、こうみんなで奪い合っててもしょうがないので、うん、ね、一つにまとまった方がいいと思います。はい、まあ、そういったものがこうできやすくなる街にしていきたいなっていうふうに思いますね。はい、やっぱり環境としては今そういうなんか時に来てますよね、うん、なりやすい方法になってますよね。そうですよね。はい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 、だから皆さん今後期待していただきたいと、ね、はい、情報は連鎖されてればいいと思いますよ、そこは。そうですね、はい、していけるように皆さんもぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ということで時間がだいぶね、はい、ちょっと押してきてしまったんですけども、はいはい、コメントは届いてますか。コメントはですね、はい、今日は媒体てんこ盛りですねとか、はい、関田さんがラジオやりたい人が増えてるのなってきてます。はい、はいはい、そう、ありがとうございます。まあ、ツイッター上げさせてもらって、ツイッターも上がってきましたよ。はい、はい、チャンミョ TV 聞いてま、うん、聞いてます、見てますが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうこうやって皆さんに出演していただけることが増えるのも私はすごく、うん、あ、嬉しいですね。僕も楽しみです、はい、楽しみなので、はい、今後とも一つだけ宣伝していいですか。いいですよ。うちの内容がね、はい、本になったんです。え、どういうことですか。カンパネのつぶやきっていうのが実はあって、はい、これは環境系のフォーラムのね、はい、方が書いてくれた、はい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 、本なんですけど、はい、この本の題材が実はラジオつくばになってます。はい、っていうのが実はあったので、はい、今度女優新聞さんの方にも、はい、協力していただいて取材かけますんで、その時はまたこの方ゲストに呼んできますね。ぜひぜひ、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん要チェックでございます。はい、ぜひぜひチェックしてください。ということで、あっという間の時間になってしまいましたが、皆さん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。見てる皆さんも今日も見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てさ。してくださってありがとうございました、はい、また明日もウキウキハッピーに臨んでしますので、はいはい、明日もぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみなさーい。
ジャンミュ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、佐藤新聞補様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様の提供でお送りいたします。ジャンミュ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社